昔々、大西洋の海岸に小さな漁村がありました。この村には海で漁をして生計を立てていた多くの家族が住んでいました。最も人気のある漁獲物の一つは強力なマグロでした。これは大きくて豊富な魚で市場で高値がつく可能性があります。しかし村人たちはすぐに取ったマグロをすべて売れるわけではないことに気づきました。ある日、魚は売る前に腐ってしまい、村人たちは彼らの勤勉さのために何も見せることができませんでした。ある日、ミアという少女が思いついた。彼女は缶詰と呼ばれるヨーロッパで開発された食品を保存するための新しい方法について聞いたことを思い出しました。ミアはマグロができればいつでも売れるし腐る心配もないと思った。ミアは仕事に取り掛かり必要な物資を集めマグロの缶詰の仕方を学びました。最初、彼女の実験は成功しませんでした。缶が漏れたり、魚がうまく調理されなかったりします。しかし、ミアは決意を固め、試行錯誤を続け、最終的に成功するまで方法を微調整し、改善しました。村人たちはミアの発明に驚き、すぐにみんなでマグロを缶詰にしました。マグロの缶詰の需要は急速に高まり、村人たちは高品質の魚の缶詰で知られるようになりました。彼らは製品を購入するために遠くから来た商人にそれを販売しました。年月が経つにつれ、漁村はマグロの缶詰工場が立ち並び、活気ある町へと成長しました。町はドゥナヴィルとして知られるようになり、その住民は自分たちの伝統とツナ缶を世界に広めた役割を誇りに思っていました。そしてツナ缶を開けるたびにミアとすべての始まりの漁村を思い出すことができます。彼らの努力と決意により、世界中の人々が海から遠く離れた場所でも海の味を楽しむことができるようになりました。